さあではちょっと中身見せていきますねこんな感じでアルミパウチになってますこれ切り口もありますからねピュッと、まあ、こんな感じで切っていただいて開けていただくと中にまあこういっぱい入ってるんですけどまあね45日分入ってますからね、まあ、いわゆる90粒ですよこんな感じのこんなほら飲みやすい小さなカプセルですよこれこんな感じねこれを1日に2粒1回にね2粒をたったのこれだけですよ 飲んで,くださいでこれ機能性表示食品ってて書いいあるじゃないですかこれねこの中の一つまあここに書いてあることも当然ながら「保坂君とこの商品腹部の脂肪を減らす!」って書いていいよなんでかっていったらそういう結果が出たからっていうのとプラスこれだといつ飲んでもいいって言うんですよ。気が付いた時に必ず1日1回2粒飲んでください。で 日常活動時要は日常生活ね日常生活でエネルギー代謝において要は日常生活水時洗濯とかいろんなこと朝起きたら始まるじゃないですか要は日常活動してる日常で動き始めたエネルギー使う。ってことは僕はその活動する時間まあ寝てる時も活動してますけど活動する時間が長い方がエネルギーが消費するんじゃないかなと思って僕は朝一に朝起きたら 大体ね500ミリのお水を一気に朝飲むんですけどその時にこれ飲んでます僕はねそうすると日常活動日常生活の時間が寝るまでで長いからまあそんな飲み方もありますねでもいつ飲んでもいいんですよこの腹部の脂肪を減らすという結果が出るという届けでね終わってますんで実は外に見えているこのいわゆる皮下脂肪ね今モデルの方来ていただいてるんですけど皮下脂肪こんな感じで出てますよね お腹周り、あの実はですね、ここ女子隠しちゃうじゃないですか非常に手も細い、で、お顔も小さいねで、足こんなに細いじゃないですかまさかここに溜まってると思わないですよねもしくは本当にここは痩せてる方もいらっしゃると思いますでも危険なんですよなぜかというと脂肪には2種類あります内臓脂肪といってこの 内側にできちゃう、要は臓器の周りですよね、えー、心臓とか腸とか、まあ、いろんな内臓があるんですけどその周りにこってりとついちゃうものが内臓脂肪で皮下脂肪僕ね見た目はこれ悪いですけどこれだけだったらまあいいんじゃないのって思うんですよ。なぜかというと外側についてる脂肪はそんなに悪さしません。 食食べ物食べ物ますよねねいいっぱい、ね、例えばハンバーガーおいしいですよねまあ牛丼とかいろんなスパゲッティとかいろんなも美おいしいですよね食べます食べたものは当然ながらこの体で消費します動いたりしたりとか若い時本当にね高校生の頃も本当に僕ね一食2合食べてましたよ白米を2合でもパキパキでしたよ体なぜかというと基礎代謝基礎代謝というのは寝ていても何にもしなくてもああ 燃えるエネルギーのことですよこれ高校生の時高いんですよ18歳20歳ぐらいまでがバーンって高いですいわゆる高校生の学生の頃すっごい高いんですよだから何食べても本当に寝る前に菓子食っても太らなかったよねこれが一気に落ちてきますまあ僕の年齢だともうそれこそ半分ぐらいしか基礎代謝ないじゃないかって言われてるんですけど僕結構ね基礎代謝高いんですよ実は高校生ぐらいありますでほとんどの方がそんなことありえませんから当然同じように食べていったら消費できないもの 体の中に蓄えますこれが嫌だよね使わないんだったら、まあ、いわゆる、まあ、ボッといわゆる大きい方ね便で出してくれりゃいいじゃない全部。だって使わないんだからいらないの、ね、よでも実は人間って生き物だから例えばこれから、まあ、例えば冬になってきて寒くなったりとかねすごい暑いとか食べ物が取れなかったらどうしようっていうものがインプットされてます。 体の中に細胞一つ一つにインプットされてるんですよ。もしも食べれなかったらどうしよう困るじゃないですか。そのために蓄えます。ね本当にお金は貯められないのに脂肪はたまるんですよ。どん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 ね勝手にたまります。たまってきたものが一番最初につくのはこの見えない体の内側内臓についちゃうんですよ。だから痩せててもちょっと要注意です。まずは内臓脂肪を落としたい。 でででこれ朗報ですすす内臓脂肪めっちゃつきやすいんですよ最初についちゃいますでも落ちます簡単にまあ簡単にというとあれですけど落ちやすいんですよで内臓脂肪にもうこれ以上無理だよこんなについちゃったら動けないってなった後にここにつくんですよ外側にここだけついてるんだったら僕はまあいいかなぼちゃぼちゃしてるしねそれはそれでキャラだしと思うんですけど。 内側についてから外側につくんですよだからここにこれだけついていらっしゃるっていうことは間違いなくこの分が溢れ出た分は体の内側内臓についてるんですよ怖くないですか自分の見えないところで動かなきゃいけない臓器の周りがべっとり脂肪がついていたら怖いですよねでもそこにつかない人はここにはつかないですからってことは順番からするとやっぱりこの状態になったら危ないぞと 思わなきゃいけないんですじゃあどうやって減らしたらいいのか簡単です腹筋やっても実は内臓脂肪ってほとんどなくならないんですよ消えませんやっぱり食べ物のコントロールも必要ですけれどもこのようなものを借りてだってここに書いてあるじゃない腹部の脂肪を減らすって書いちゃったんですよでこれ何を使ってるかというと実はね非常にシンプルなんですよ見たことないと思いますよブラックジンジャーと言われるここのこの聞いたことありますブラックジンジャーないですよねこれねどこで取れてるかというとタイ タイの山の山中どちらかというと北部ですねミャンマーとかいろいろ隣接してるんですけどその北部の山の中に生えていたブラックジンジャーなんですよタイは実はですねオーガニックの先進国でありさらにハーブの先進国なんですよものすごい量がたくさんあります日本からも農家の方たちがたくさん行って向こうで農園されてる方いっぱいいらっしゃるんですよそのぐらい環境が整ってますその中でタイ政府は当然ながら自分の中の国のいいものね何がいいのかっていう発表してるんですよ 1>, 1位取りましたこのブラック神社で、これは効くぞと認めたナンバーワンチャンピオンをこの中にびっちり詰め込んだのがこの穂坂流スラリ生活ですぜひこれやってみてください最高ですよチャンピオンですから